ファミコン初の格闘ゲーム、アーバンチャンピオン。昭和レトロ、丸太チャンネル。夜の自販機はちょっと違うのだ。夜の姿こそが真のレトロ自販機の姿なのだ。自販機食堂さんはレトロ自販機旅で一番最初に来たお店なのだ。マルタチャンネル。落ち着いた雰囲気、綺麗で清潔感あるお店なのだ。こちらのお店はなんと御三家がすべて揃ってるのだ。グーテンバーガーのパネルのハンバーガー自販機、これはテンション上がるのだ。100円専用、その他の効果は使えないのだ。残念ながらチーズバーガーとタルタルミートバーガーは売り切れ。おや、タイっぽいバーガーは販売中。ハンバーガー自販機は希少価値が高い自販機なのだ。お次は富士電機製麺類自動調理販売機。こちらは休止中でした。安心してください、隣にもう1台あります。ラーメンと天ぷらうどんのラインナップなのだ。お目当てのラーメンは売り切れです。トースト自販機もあるのだ。御三家がすべて味わえるありがたいお店なのだ。残念、ハムチェダーチーズ食べたかったのだ。なんとミトンが用意されています。意外とトングで取り出すの大変なのだ。食べるのだ。コインの落ちる音がエモいのだ。カウンターの表示が壊れていて数量でゼロに。それもなんだか愛おしいです。天ぷらうどんの出来上がりです。カウンター席でいただきます。
どんを食べてきたけど、やっぱり自販機食堂さんのうどんは美味しい。うどんも柔らかすぎず好みの硬さです。汁まで完食、ごちそうさまんさ。容器はこちらに片付けます。実はグーテンバーガーはマックバーガーという商品名で販売されていましたが、商品名が類似するとして日本マクドナルド社から訴訟を起こされ、マックバーガーの名称の使用を差し止められました。この判決を受け、マルシン産業とマルシンフーズはマックバーガーの名称をグーテンバーガーに変更しました。今日はタイっぽいバーガー一択なのだ。夜の店内に浮かび上がるパネルがノスタルジックなのだ。待つこと1分、完成です。タイっぽい、全く味の想像ができないのだ。製造元はどこでしょうか。タイ風バーガー2ということは1が存在したんですね。ハンバーガーにはコーラが欠かせないのだ。瓶不足で販売中止でした。どんな味でしょうか。シワシワバンズから顔を覗かせるパティ、ほかほかのハンバーガー、その名もタイっぽいバーガー。ボリューミーなパティ、美味しそうなのだ。レトロ自販機密集地帯群馬県は御三家が揃っているお店が多いですが、これは全国的にもものすごいことなのだ。しかもコスモスまで設置してあるのだ。皆さんはコスモスをご存知でしょうか。Thank you.
マルタチャンネルなのだ。今日はこれを買うと決めていたのだ。両替機はありがたいのだ。箱はリサイクルするのだ。自販機食堂さんの魅力は店内だけじゃないのだ。
鍋で煮込みました。レトロ自販機旅を続けますが、不定期で関東のレトロ自販機を訪ねてみたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録をお願いいたします。